我々が作るものは感動。チームワークと確かな技術でお客様の事業を大きな成功へと導きます。社員全員で未来を創造し、チーム一丸で人の心を動かす。それが我々松永建設の使命です。こんばんは。いやー、またやってきましたよ。ここはね、東京の浅草鳥越谷吊神社がそこに見えます。今日も暑かったですね。なんか9月ですよ。もう9月なのに何この暑さ。もうね、温度計見たらね、今日車の時見たらね、33度まで上がってたの。なんかいやーね、なんだかね、いつになったら涼しく、ただね、夜になるとちょっと涼しくなるのね、外出るとね。なんかそれはちょっと、あと虫の音がね、ちょっとね、いや、秋の虫になってきたみたいでね、なんかちょっと物寂しいような感じもしないんだけど、でもね、日中は暑いよね。皆さん大丈夫ですか？熱中症とかね、熱射病とかね、大変だったと思うんですけど、まあね、徐々に徐々に涼しくなってきて、いい季節を迎えられると思いますんで、もうちょっと頑張りましょう。そして今日はですね、僕とね、高幸大輔のジョイトークなんですよ、今日の番組は。残念なお知らせ。もうね、番組始まる直前に松永社長から電話かかってきて、どうしても仕事で今日行けないんでね、松永さんなんとか頼むよって話だったんですよ。もうね、って言ったんだけど、でもね、今日はなんとね、スペシャルゲストでね、来られたんですよ。いる方がいるんです、今日も。ね、皆さんね、ご存知だと思うんですけどね、レーシングドライバーで、そして野菜ソムレ、そして MC の荻原直子さん、おぎねえがね、今日はね、今日ウェイティングでね、今ね、待機してもらってるんでね、もう僕、早くもチェンジしてみましょう。本当はね、8時20分ぐらいからチェンジって思ったんだけど、もうすぐね、このままチェンジしていきたいと思うんで、皆さんぜひ、おぎねえのスペシャルトーク、楽しみしてくださいね。はい、それでは、松永建設さんの松永社長、この間、スーパー耐久ね、これは茂木ラウンドだったんですけど、なんとなんとなんと、もう常連ですよ、表彰式の、表彰台の。総合の2位っていう成績でね、収めてもらいました。その V があるんでね、それを見ながらおぎねえをお迎えしたいと思いますんで、 V の方よろしくお願いします。すごかった。なんか、ああ、おぎね、おぎね、お邪魔します。おお、ありがとうございます。よかった。松永さんのね、代わりには全然ならないと思うんですけども、いやいや、ならないところっていうかね、はい、なんか一人だったらどうしようかなって思ってたんだけど、いや、私もですよ。私も松永さんに今日、昼間、連絡して、今日よろしくお願いしますって言って、そしたらなんかね、帰ってくる返事が、おぎね、よろしくねっていう感じなのね。で、なんか、そのやり取りしてるうちに、え、これ松永さん、依頼みたいな、というか、え、それはお休みってことみたいな話で、ちょっとびっくりして。いや、今日ね、社長本当に忙しかったんで、仕事バタバタって書いてあった。バタバタでしょ、もう本当だと思うんです。ただね、おぎねえも来るっていうのを知ってたね、社長も。ちょっとおぎねえがいるからいいんじゃないかなっていう。そんなね、社長、それじゃあったでしょ、ちょっと。いや、もうでもね、クロストークをさ、ね、やっぱりこう久しぶりにこうやって松永社長とお話できるっていうのを何気に楽しみにしてたし、今の V 見てもらった通り、おめでとうを伝えたいよね、ああやってね。まあ今日ちょっとね、このね、カメラを通してね、まあそのおめでとうを言ってもらうと思うんですけどね。松永社長、おめでとうございます。おめでとうございました、本当にね。しかも出るです、出るです、全部表彰台だからね。もしかしてこの前行くとさ、シリーズ取れんじゃないの？
ね、言ってたのは、うん、ただ、うん、あの SR シリーズで24時間レースがスピードであるのね。ポイントが一番高い、ね、そこが一番高い、そのレースに、うん、あのチームとして出てなかったんで、うん、それで、うん、あんなに表彰台に乗ってるのに、うん、なかなかまだねトップじゃないっていうのはね。そうそうそう、うん、でも着実にね、うん、あのトップに向かってこうね進んでってるからね、うん、いいと思うんですけど、でもあの24時間出たらね、もしかしてもう、うん、もう決まってたかもしれないしね。そうですよね。ですよね。ただね、24時間って、うん、すんごい経費もかかる。いやなんかあの S 帯1年間出る分ぐらいが一戦で使い切っちゃうぐらいな勢いで、うん、そりゃ、うん、そうだよね。そうだね、24時間でしょ。ただの24時間じゃなくて、ね、いろんなものね、全て含めて消耗度だってすごい厳しくなるし、うんうん、でその後次のレース出るのにも、うん、復帰するのにまたとんでもないらしいですよ、うんうん、あ、そう、またね、うん、あの24時間走った後の整備で、ね、うん、またいろんなところ変えなきゃいけないからですよ、うん、そうそうそう、そうなんでね、うん、いやでもおぎねえとこうやってさ、うん、なんかこうなんか不思議な感じなんだよね。もう普通にこのカメラ越しじゃなければ、うん、もうしょっちゅうしょっちゅうこうやって話をしてるけど、そう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 、なんか改めてこういうね、うん、空間の中で話するのはどうなの、うん、っていう感じ。なんかちょっと変だよね。だってさ、え、私ゲスト今日ゲスト、いや俺がゲストゲストじゃないか、私が進行役。そう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 、これはい、なぜかというとね、うん、オギネーと出会ったのはもう40年前だよね、うんうん、確か。そうか、うん、そうか、かれこれ40年、40年でしょ。いくつで出会ったのっていう計算を、僕26、はい、今66なんで40年まで26でしょ。オギネーがまだ1歳だね。1歳ぐらい、ね、40年、1歳で MC やったからもうね。はい、ということにしましょうね。全然スタッフもなんか苦笑ですよ、うんひどいよ。まあまあ , 笑うしかないだってこれね。そう、なんか怒っちゃうわけいかないしね。いや、まあこの後世代ギャップを感じることがいっぱい出てくると思うの、うん、スタッフと、ね、そうだね、そうだね。我々世代はもう本当にあのいわゆるバブルの前からモータースポーツやってた世代だからね、うん、そうそう、バブル前、うん、すごかったな、うん、頃っていろんなね、ね、なんか、うん、本当にあれよあれよというところでみんなさスポンサーになってくれたりしてて、うんうん、そう、私ね本当にすごいなと思ったのは、うん、あのいわゆるいろんなカテゴリーがあって、うん、最初はみんな自腹を切らなきゃいけない ね、まあ、底辺のカテゴリーっていうのはそうなんだけど、うん、その底辺の富士、あの、うん、今は富士、チャンピオンカップっていう名前、うん、その当時は富士フレッシュマンレースっていうレースだったの。そ、ね、それ出てたんだっけ。出てた、出てた、シルビアのレース。もしかしてさ、はい、あの三原純子さんと一緒に出てたでしょ。純子ちゃんとも出てました。三原純子ちゃんはね、うん、もうむしろ筑波サーキットでデビューのレースが一緒だったのね、うん、マジレース。そう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 、ね、マーチマーチマーチ、なんか俺覚えてるそれ、うん、あ、ほんと、うん、覚えてる。オール女子だけのレースで、うんうん、ジョコちゃんもあのレースデビュー戦だったのね、うん、私もデビュー戦だったの、うん、であの、うん、今だから言えるけど、うん、そのレースはあの女の子だけだけど、レースのキャリアがちゃんとある人が出ていいよっていう話だったんだけど、うんうん、だだ特別枠の三原純子ちゃんと、うん、特別枠のオギネーと初レース、あの、うん、そのミーティングをするさなかにさ、うん、偉い人がさ、うん、あの今日初めての人ってそういう風な質問投げかけるの間違ってたのね、うん、でも今日初めてレース出る人を手伝ってしてる中国だからはーいとか手挙げて2人で顔見合わせて、ええー、ってなっちゃった。みんなそう、周囲もえ初めての人出ていいんだっけみたいな、だってレギュレーション違うじゃないかなっちゃうね。そうそうそう、うん、なったんだけどね、まあ、24、5台あの集まって女性が、うんうんうん、よーいどんっていう筑波のレースで、うん、あの一緒だったのね、うん、まあ、今未だに未だにあの、うん、仲良くさせてもらってるなんかね、応援したとかね、やっぱりね選挙の時とかね、選挙の時にね、あの、うん、何ウグイスやれって、うん、やれって、ね、本当だよね、だから嫌とも言えないでしょ。いやいや、おぎねウギスうまい、うん、俺あ、ね、やね、今年お仕事で私あのさっき今日本当さここに自分の肩書きを、うん、あの野菜ソムリエレーシングドライバーってさっき裏で持ってたのに、うん、このスタジオに持ってるの忘れちゃったんだけど、ね、MC でね、 MC やって、そう、あの MC をやってて、うん、野菜ソムリエやってて、うん、ね、レーシングドライバーやってます、うん、で車のインストラクターやってますって言って、うん、あの今は4つ、うん、4つお仕事をやってます。4つなんだ。本業ってと何なの。本業は本業、うん、本業は、うんうん、あら、持ってきてくれたスタッフ、ありがとう。もうなんか出してくれた、優しいね、はい、ありがとう。そうそうそう、あのこれ実は、うん、あのこの、うん、前回レーシングドライバーゆうかあいかの番組に出してもらった時に、うん、急遽作った私 の、うん、あのプロフィールです、うん、はい、レーシングドライバー荻原直子っていうね、肩書きが一番古い、この間の時のね、拍手してくれた、うんうん、ね、ありがとうございます、うん、でその時に、うん、あのこのフリーのアナウンサーの資格を取って、ね、うんうん、資格っていうか、まあ、うん、あの番組やってたの、ラジオの番組とか、そうテレビの、ね、ね、あの某テレビ埼玉の番組とか、あと協定じゃなくて、ね、うん、そうそう、協定上のライブ、ね、ライブとかね、うん、そうやってたりとかしたので、うん、でその後にこれは40過ぎてからです、ね、さっき40年って言ったけども、うん、本当に、ね、プラス何年代って感じだけど、ね、そう、野菜ソムリエ荻根さんっていう肩書きもあるの、うんうんうん、
これ今すごい頑張ってる動きでね、あちこち。そうね。あの逆に言えば、あの、うん、本当にここ数年コロナで大変だった時に、うん、ね、あのこの野菜ソムリエのお仕事がすごくあの、うん、よくて、うん、で私あの実は、生産者がまだ3人しかいない時に、うん、あの出会った熊本県のこだわり生姜、幻の生姜って私は言ってるんだけど、うん、黄色い色してて、うん、普通は白いのが生姜なんで、そうだよね、そうでも黄色い色してるのよ。だからそうせあの向こうの、うん、方言でキナっていうのが黄色いねっていう、あ、そうキナねって言って、はいはいはい、そうキナ生姜っていう生姜を、うん、出会って、うん、あんまりにも美味しくて、うん、これはね、な生姜嫌いだった私が生姜がこれ美味しいと思えたんだから、すごいでしょ、ね、そう本当生姜いらなかった、生姜っていらないじゃんっていうぐらい、うん、そう生姜ってチューブの買っても美味しいと思わなかったし、そうと言っていい、はい、そうしょうがないねもうそういう親父ギャグをね、まあまあまあ本当に生姜が必要な時に生姜がないとかね、はい、そうね、うん、そういう意味なの、うん、だからそういう意味でそのね生姜のお仕事を始めて、うん、でまあ今あの成果として、うん、首都圏のデパート、うん、百貨店さんとかでお取り扱いしてもらっていて、うん、そこでね年間で、ねうん、だいたい30トンぐらい30トン30トンって想像つかないけど4トントラックで考えたらまあまあの量でしょ、う1年間で売れてるってすごいでしょ、すごいですよ、すごいすごい、ね、うん、そう、その生姜熊本から持ってきて、そう熊本から生産者が今ね生産者12人に増えたのね、あ3人から12人増えたんだ、はい、最初は1店舗の百貨店で60キロ仕入れて、うん、私売りますぐらいな、うん、もう本当にあの、うん、なんだろう、お尻のようにデパートにさ持っててこれ売っていいですかみたいな話をさせてもらって、うん、でその60キロを売ったところからスタートして、うん、いろんな店舗にどんどんこう広まってって今30店舗ぐらいかな、使ってもらってるところは、ね、そのなんて言うんだろう、うん、継続力っていうのすごいよね、ねえ、でもやっぱり、うん、その生姜がやっぱり美味しいから、うんうん、私が一人だけ勘違いして美味しいと思ってたわけじゃなくって、うん、みんなが美味しいと思ってくれるから、うん、やっぱみんなこの生姜食べたら他の生姜食べれないわって言ってくれる言葉をさ、ブランドになったんだね、きな生姜っていうのはね、本当にだからきな生姜っていうのはその熊本県しかないんです、うん、そこしか熊本県に生姜の生産地は高知に次ぐ2番目なのね、高知に次ぐ2番目、高知に続いて2番目の生産高なんだけど、うんうんうん、2カ所あって八代市っていうと宇城市、宇城っていうところと、うん、ね、うん、でその宇城で、うん、生姜の生産者自体は100何人いるんだけど、うん、このきな生姜っていう黄色い種の、うん、扱える生姜を扱える人が今12人、うん、それはそういうなんていうの、うん、元もやった人があなたたちだったらいいですよって言って、そう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 、種をこうみんなにこう配って12人になって、ね、そう、うんうん、でも最初に生まれた時は突然変異種って言って、うん、ある日突然、うん、やっぱそこの畑に例えば何が前植わってたかとかさ、うん、いろんなことが多分影響したと思うんだけど、黄色い色の生姜がそうなって、うんうんうん、だからあの純日本製国産だし、そこの土地の土壌からしか生まれない生姜で、うん、で、あの本当に、ね、今日現物持ってこようなと思ったんだけど、うん、今ね私が一応気になってさ、あのスタジオさん喉乾くだろうなと思って、ちょっとこれ飲んでみた？飲んでみた？スタッフにさっきあのスタッフの人もう飲んだ。もうでもね、あの二人のスタッフが絶賛してくれたんで、ちょっと良かった、本当美味しかった、拍手してくれた。ね、これ今ねちょっとこれ開けてみて、ちょっと開けて、ね、そう、これね実を言うと、うん、あのいっぱい生姜を使うとさ、うん、やっぱりあの商品にならないものが出てきちゃうのよ。そこ種もんね。うん、そう、みかんもそうだよね。そう、それをどうするかっていうとこで、うんうんうん、これね、まあよいしょ、入れるね。うん、で補えるのもちょっとせっかく。じゃあもらっか。じゃあこれいいね。あ、じゃあこれもいいかね。じゃあこれ俺。はい、なんか色もしっかり濃いでしょ。すごいね、なんか色がね、ね、こあの全然薄めない状態でこのまんまちょっと鼻近く、うんうん、はい、あ、はい、どうも、あ、セブね、あの我々の後で話すセブ隊ね、ほんとセブ隊、ほんと後からね、表彰台登りましたんで、サイン入りましたんでね、乾杯、乾杯、どうもいただきます。香りすごいね、これでしょでしょでしょ、香りがもうだって世の中にもう1個しかない生姜のジンジャーエールを作りたいって言って、発酵させるの、生姜を発酵させて、これね見えるかな、発酵ジンジャーエールって書いてあると思うんだけど、そう、マジうまいぞこれ。ありがとう、ズームしてくれたね、発酵ジンジャーエールって言って、これ、うん、あの松川さんいたらさ今日言おうと思ったんだけど、松川さん埼玉じゃない、うん、で埼玉の見沼っていうね、見沼ね、あ、うんうん、そうだ、あ、うちの近くだ、そう、見沼のところに ある、うん、生姜のジンジャーエールを専門で作ってる、なんか一回行ったことあるね、うん、俺生姜の蒸しっていうとか、横ね、選挙からの途中、そう、横通って私ここあの知り合いだからって言って、そうだそうだ、そうあそこだよね、うん、うん、いやすっげーうまいよ、冗談できない、すっげーうまいね、うん、
本当に私もね自画自賛なんだけど本当に美味しいあのジンジャーエールで、これをねあの今地道に手売りです。本当にあのイベントの時に持ってっちゃう販売したりとかして広めてます。顔見てる人がさ、うん、どうしても飲みたいって言うと思うんだけど、この間ね1個なんか連絡が、うん、あの Facebook を通じてきたので、うん、その方にはあのうちから発送しますよって言って、だいたい4本だとこういうほらちっちゃな箱に入れるし、あの U パックみたいなのだと20、うんとね12本と9本かな、9本か12本、うん、あと20本っていうパックでね、で U パックで送るようにしてるんだけど、うん、あ本当、うん、これ1本いくらなんですか。これ1本ね、うん、500円です。500円、あの生姜の虫さんは基本550円売りでお願いしますって言われてるんだけど、うんうんうん、見てる方はもう500円でいいの。そう、もうこんな言っちゃったからね、もう言っちゃったからもうしょうがない、言っちゃったよねもうね。そうそう、本当はだいたい生姜の虫さんのブランドでいくと550円なんですって。550円なんだ。そう、じゃあ俺足すと550円になっちゃうね。そうね、まあ、ちょっと50円抜くの。はい、すいません。税込み？税込みです、税込みです、税込み。ワンコインじゃないですか？うん、ワンコインで、ワンコイン、そう、ワンコインで。あの、なんでかっていうと、こう、イベントの時にさ、これ、ノンアルコールなのね。で、さっき、あの、スタッフの方も、アルコールみたいって、飲んでるみたいって、こう、あったかくなるからさ、ビール飲んだみたいな。なんか、そうなんですよ。でしょ？ね。なので、あの、よくドライブに行ってビール飲めないけど、とかさ、あとお酒飲めない人もさ、これだったら飲めるじゃない。いけるね。ビール代わりに。いける。そう。これ、冷やして飲んだらもっと美味しいかもしれない。と思う。常温でしょ今これね。そう、ちょっと家では冷やしたけど、うん、ちょっと15度、うん、でもねこの15度ぐらいでも全然飲めちゃう。 あんまり冷えちゃうと逆に味があれかだから、うん、かもしれないね。このぐらいの味がしっかり出ていくみたいな ね、これ冗談でマジ美味しいですよこれ。本当ありがとうございます、うん、よろしくお願いします。美味しい、健康にいいんだよね生姜だからね。生姜は本当にいいんだよね、うん、と思う。もう、うん、ね、ゆかさんとあいかさんの番組出た時もさ、うん、言ったけど、うん、本当にあの、うん、生姜ってあの、うん、中国で言ったらもう、うん、漢方薬って漢方の中でも絶対にどんなものとかでもさ、うん、こう使われて、うん、まあ今日本だとさ、いろんな定番組でも言ってるけど、うん、免疫力アップってよく言われるじゃん、うんうん、ね、体温が上がるから、うんうんうん、ね、体温が上がると、うん、免疫力が上がって、そうそう、病気がね、うん、体入ってきても跳ねのけるよっていう、うん、その免疫力アップになるから、うん、まあ、毎日生姜を取るっていう、うん、もうおかげでね私35度台の体温が36度台まで上がって、うん、光った35度台、そう、本当、ね、ありがたいね、もうみんな、うん、本当そうなの、そうなの、生姜やってから体温が上がったんだ、うん、基礎体温が、基礎体温が、うん、そうで、一度上がったらもう免疫力すごい上がるから、一度ってものすごいですよ、すごいよね、うん、ね、なんかまあそういう意味では、うん、まあこういうドリンクもちろんそうだし、うん、いわゆる本当の生姜、うん、生姜をこうすりおろしたものをさ、例えば毎日のお味噌汁とか、すり生姜を千切りしたのをご飯炊くときに一緒に入れてたりとか、うんうんうん、日々の生活に入れるだけで全然やっぱりね、そうだね、病気にならない体になる。本当だね、うん、なんか飲みやすいねこれすごく。しかもね、そう、ベタベタしないでしょ、全然しないし、ね、サラッとしてて、うん、添加物も入ってなくて、うん、すごく、この甘さっていうのは生姜の甘さなの。そう、生姜の甘さとほんの少しだけ糖、うん、精製されたお砂糖を使ってるけど、お砂糖入ってるね。でもお砂糖をあんまり使ってないから、うん、なんかそのすっきりした感じもある。いや、このお砂糖はいいらしいですよ、うん、やっぱり、うん、ね、いけないのはね、ブドウ糖加糖液糖っていうね、うんうんうん、人工的に使うのはいけないんだけど、うんうん、お砂糖は OK なんですよ、うん、これね精製されてないね、うん、それはもうこの生姜の虫さんが、うん、こだわって使ってるお砂糖を一緒に入れてもらってるから、うん、で甘さもちょっと控えめにしてあるから、お酒で割ってもらっても全然、うんうん、割り剤としても使ってだね。うわー、なんかこれは俺買おう。あ、うん、本ですか、うん、お買い上げありがとうございます、はい、皆さんいいですかこれ550円ですかね。みんなには550円、あ、違う、あ、500円ね、500円ね、はい、はい、見た方は500円で、でも送料かね、はい、送料、そうかそうか、送料は皆さん自腹で払ってもらってるんで、うん、Uパックの人もいれば宅急便のちっちゃなコンパクトパックの場合もあるし、うんうんうん、その分はで今さ実際これ見てる方で、うん、いやもう欲しいわ、うん、じゃあどうした、実際どうしたら買えるのって言ったらどうしたんですか、うん、その場合は買いたい、ね、うん、インスタの、フォロワーになってもらうか、うん、もしくは、Facebook だったら、うん、キナショウガの、キナショウガ、キナショウガ生産者組合もしくは、うん、荻原直子フェイスブックを、あ、荻原直子のフェイスブックでもいいけどね、この荻根やさそめの荻根でもいいの、荻根、荻根で出てくるかな、最近出てくるかもしれないけど、ね、そう、うん、そうね、私フルネームの自分の名前言ってなかったね、うん、そうだね、うで、アズリの F 見たっていうね、うん、言ってもらえればね、一言、うん、そう書いてもらえれば、そうそう、言わないとね、550円になっちゃうからね。そうだね、うん、そう、普通の人には550円だからね、そうね、じゃあそれ行きましょう、じゃあ、はい、というね、そんなお仕事もしつつ、いやもうすごいね、沖縄忙しくて、はい、忙しくてね、うん、でも明日からさ、うん、北海道で車のインストラクターの、俺、うっさ、沖縄さ、北海道に行く日に間違えたんでしょ、
そう、本当に。いや、私さ、そう、もうテンパってたのよ、先月から忙しくて。ていうか、で、全くもう手帳にはさ、8月でこうスケジュール組んでて、いつまでたっても飛行機の時間も何も来ないから、もう前日に、どうなってんのって言ったら、そこ電話かかってきて、ふやさん、9月ですよ。北海道9月ですからって言われて、超びっくりして、本当、まあお盆の時期にね、確かに全くお盆の時期じゃない、1ヶ月前だった、そんな時期にね、そんなことやる。 ありがとうございます。これ、フェイスブックの私の、ああ、これね、ね、沖縄のね、そうで、今日、そう、これね、私のきな生姜を作って、ジンジャーシロップを作ってくれたお友達がいて、おいしいって、まあ、書いてくれてるけど、ね、このシロップを作ることももちろん成果があればできるし、成果がない人はこういうふうに飲み物としてあるよっていうのもね、あ、これいい、ね、ちょっと待って、もうちょっともらっちゃっていい、それ、どうぞどうぞ、これちょっと冗談、いや本当にこれ美味しいってね、やば、松井さんすごいな、さすがスタッフ、さすがだよ ね、で、美味しいし健康にいいっての最高だよね、薬膳と一緒でしょ、薬膳、そう、本当に健康のね、なんかね、今日エミ先生が優香さんが来るっていうね、ちょっと情報入ったんですけどね、もうちょっとしたらあれかね、また来て、なんか薬膳の先生ですから ね、そう、本当、生姜のことはね、いろいろ私よりもそっちの方が詳しいかもしれない、ね、本当、でもこれはね、皆さんね、飲まなきゃ損ですよ、これ本当に、ね、そう、だから本当に野菜のソムリエのお仕事は40過ぎてから、今ちょっと意欲的に頑張っててね、一生かけてこの後また続けていかなきゃいけない、生産者が背中にいるからね、12人にね、そう、頑張らなきゃいけないし、それで北海道の話どうしたの、北海道の話、北海道はだから明日です、明日の朝一だから、今日お家に帰ったら速攻準備してね、明日北海道、あららららら、ちょっとお疲れ様です、なんか近くで仕事してらしいじゃないですか、そう、ここからね、20分ぐらいで、本当に、ったので、いつもとその雰囲気が違う、いつも雰囲気が着物じゃないですね、そう、だからね、洋服だ、どうしよう化粧と言いながら考えておりましたけど、でそれでその式で生姜を見て、あ、美味しそうって思いながら、でもね、私もちょっと飲んじゃったから、私ちゃんと一応心配、これ全部飲みたいっていうか、絶対そうなるだろうな、このさんで、これ美味しい、やばい、ね、この乾杯もほら、セブのね、またこの間の耐久で、耐久のね、はい、表彰第3位、お願いします、それ表彰第3位です、我々ね、後で V 出るんでしょ、あ、出る出る出る、楽しみにしてます、本当だね、やっぱ美味しいよね、生姜はいいよねっていう話をさ、薬膳の立場からだってもね、これ美味しい、本当に、本当に秋の生姜ってさ、あれこうご飯に入れてもさっき言ってたけど、そう、白ご飯に炊くときね、あれね、本当に生姜を入れるってどういうことって思うけど、美味しい、本当にそうなの、みんなハマれ、みんなハマって、もうハマった、ハマった、まあまあそれ冗談ですけど、ハマらなきゃ損ですよこれ、本当に、でも本当に体にいいもの、なんていうの、口にから入るものがさ、自分の体を作るし、これからの健康にもつながるからね、そうそうそう、そう、で人工的なもの全然入ってないし、あ、そうそうそう、保存料とか全然使ってないのでね、安心してね、飲めるしね、赤ちゃんだと飲めるやつがね、これはね、そう、ぜひ、素晴らしい、お気に入りで、北海道の話どうだったっけ、北海道は、北海道だから、まあとりあえず今日のこのスケジュールが被ってなくてよかったと思ったんだけど、何しに行くの、そもそも北海道に、北海道はメーカーさんのお仕事で、キラ生姜、キラ生姜じゃなくて、車のメーカーのね、車のメーカーのお仕事で、そう、ここは今日はレーシングドライバーに、まあちょっと近いかな、レーシングドライバーをやっていたから、そうそうそう、そんな感じで、追従できないのでね、こういうお仕事、まあね、レーシングドライバー職業っていうよりもレーシングドライバーやってるから来るお仕事っていうのは多々あって、でインストラクターだったりね、そういうアドバイスする立ち位置、女の女性ドライバーにいろいろこう教えてあげたりとか、あと物書くのもちょっとやったりはしてたんだけど、あ、そうやってたの、それもちょこっとやってた、あ、本当、すごいよ、そういうことなんだけどね、明日からちょっと北海道に行ってきます、あ、本当、何日まで行くんですか、北海道何日まで、今週の土曜日まで帰ってくる、あ、そうなんだ、忙しいね、でもね、まあでも本当にありがたい、リングしなくてよかった、よかったでしょ、本当に、私も1ヶ月ずれててかと思ったけど、ここが火曜日で明日からがそのねスケジュールだったから、本当だね、よかった、あれね、川越救急クリニック上原院長もね、先週はこの間ラリー、全日本ラリー北海道、そうだ、やってた、全日本ラリーね、昨日勝ちじゃないかな、昨日勝ちしたんだ、
全日本でね、うん、総合4位だったらしいですよ。あ、そうなんだ。あのレベルで4位は大変なんだね、うん、大変だってすごいよね。でもね、うん、で帰ってきてすぐもその日からもう新庄始まりましたからね。うん、本当、うんうん、すごいよね。ね、まあ、おぎれもね、多忙なんで体に気をつけてね。ありがとうございます。うん、もう本当 ね、 ね、お仕事いただけることは幸せだからね。本当だね、本当に。本当だね、うん、そうです、そうです、そうですね。うん、そうすると次はすると、うん、セブンの耐久の話かな、何からいかってありましたっけ、次の V が。もう V が通信公表なくなってるから、ここに普通に進行表が向こう置きっぱなしやね。置きっぱなしだね。もう V 回せ回ってから喋ろうか。あ、そうだそうだ、ね、うん、ちょっとなんか、はい、あの回してもらっていいですか。あ、これね、これ松永さんの、ね、主体の、ね、主体の、そう、セバ耐久ね、うん、本当にあの松永さんってすごいなと思うのは、うん、やっぱりあのデビューが40過ぎてからでしょ、うん、バリバリ40過ぎてるよ、ねね、しかもやっぱりほら会社をこうね、うん、いっぱいの従業員をさ、うん、そう何百人ね、従業員でしたってね、そういう中でさ、うん、もうもう本当やっぱリスペクト、社員もリスペクトしちゃうよね。いや、リスペクトするしかないでしょ、うん、もうこれだけ頑張って ね、 ね、本気とか違うよね、うん、本気とか違う、うん、ただの遊びじゃなくて、これも社員の背負っても走ってる感じだよね、うん、ね、建設をね、ね、松川さんのことを、うん、じゃあドライバーで乗ってっていう話をしたのが TKRI の、ね、片岡君ね、片岡哲也選手ね、片岡君ね、うん、あのフォーミュラトヨタっていうカテゴリーと私一緒に走ってるんですよ。そうだ、沖縄も MT 走ったんだよ、ホミダトヨタって、ホミダカのレースやった時に片岡くんがさ、うん、ね、もう彼はもう本当にあのいわゆるこう何、うん、あの優等生って言わないね、そう、ま、もう、うん、そのカートからこうさ、うん、セパッと上がってきてるから、そうそうそう、ね、F1 に近い男とか言われてたんだけど、だ、ね、本当にこのタイミングってね、うん、その後来たカムイくんが F1 に行ってるけど、うん、片岡くんはね、その時にはまだトヨタさんが行く、ね、うん、前だったから、そうそうそう、やっぱ縁だとかね、タイミングってあるんだよね、うん、でも逆に言えば今の片岡くんはすごいから、もうね、レーシングドライバー、それこそ私じゃないけど、うん、レーシングドライバーであって監督もやってて、うん、でスクールのアドバイザーやってて、うん、からあのね、あの何、うん、普通の一般の子たちをね、さ、教えてあげる、そうそうそう、インストラクター、あとアドバイス、うん、マネジメントもやってあげたり、うん、こうやってね、あの、うん、レース出たい人たちをサポートすることもやってるから、そ、うん、んなにね忙しいのってこと、本当だよね、ね、じゃ次の写真見てみましょうか。これモテキだよね、確かね。ね、の時の写真だね、うん、走ってるシーンだね。ね、うん、あ、すごいな。これはモテキのどこだろう、この場所は。スタンドがあるから、うん、あの前ね。メインじゃないね、メインじゃなくて、うん、裏の方だね、ね、裏のストレートのところだ ね、 ね、このまた日差しがピカッと ね、 ね、なんかうまいね、写真が ね、 ね、これ誰が撮ってるんですか、ね、これ社員の方だと思ってたから、ほ、うん、プロみ、プロ並みだね、プロですよ、本当に。一応僕もね、写真をね、うん、やってきた身なんだけど、これはうまいと思う、本当に、ね、うん、はい、お願いします。これはドラチェンじゃないか、うん、ドラチェンかね、チェンジするタイミングかな、うん、ね、これ松野社長でしょ、そうです ね、 ね、はい、お願いします、ね、うん、フォチューのワッペンもついてるね、ここに ね、 ね、フォチューンがね、うん、ありがとうございます、はい、はい、これがピットからピットアウトするときのね、モテギのね、これ先月、いつだっけ、先週かな、2週間ぐらい前、2週間ぐらい前か、9月の第1週の土日だったんですかね、うん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 、TKRI っていうね、うんうん、チームで、はい、お願いします。うん、かっこいいね、でもね、ね、うん、このさ、このメルセデスってさ、うん、市販車改造じゃなくて、うん、ベンツがレース用にもう作った車なんだよね、もともと、だから行動はもともと走れない車なんですよ、うん、だからね、ダウンホースはものすごいんだって、あ、もう完璧だね、作られたレーシンカーだからね、うんうん、コーナーめちゃめちゃ速いらしいですよ、はい、かっこいい、ね、こういうね、写真撮り方うまいね、これね、やばいな、これどこ上から撮ったの、これむしろね、うん、後ろの背景が真っ白にわざとこうしてるという感じだ ね、 ね、飛ばしてちょっとあれだよね、うん、すごいな、うん、はい、お願いします。これはあ、チェッカーじゃないですか、これ、うん、これがチェッカーだ、チェッカーって多分これ2位で、ね、表彰台、2位で表彰台でチェッカーね、うん、やってるんでしょうね、ね、もう今年本当だから総合2位ですもんね、そうなの、トップ あのトップカテゴリーがスーパー耐久だからいろいろあるけど、その中でも上のクラスだからね、そうそうそう、トップクラスね、うん、うん、これはすごいよ、 STX ってクラスだよね、最初はね、うん、STX クラスで、であのこのスーパー耐久っていうのはね、一番トップカテゴリーとしてはあのスーパー GT があって、その次に続くんだ、日本で第2番目にでかいですよね、うんうん、もうでも半分ぐらいはさ、もうプロのドライバーたちだからね、うん、もうそのまま来てるよね、そうスーパー耐久に ねその次がセミプロぐらいで、うん、本当にこう松永社長のようにね、まず、うん、あの
レースキャリアがさそんなに長くなくて、この車でその毎回表彰台っていうのはすごい、うん、いやすごいと思う、もうちょっとうらやましいかもな、表彰台に上がる、ね、上がれる人のね、立場ってすごいな、本当ですよ、ね、でもね、松山市長ね、鈴鹿の聖地でしょ、うん、鈴鹿ジェレスの、うんうん、あそこの表彰台って格別だったしね、あーやっぱりそうかもしれない、私も鈴鹿走った時そう思った、あ、本当、うん、ここ F1 走ってんだなと思うと、鈴鹿で勝つことの難しさもあるし、うんうん、鈴鹿で勝つことのステータスもあると、うん、ね、うん、やっぱ全然、まあ、ここでもいいんだけど、ね、やっぱりね、あそこでやっぱりね、こう込み上げというものがあったし、ね、なるほどね、うん、はいはい、わかる気がする、ね、沖縄も乗ったんじゃない、どこ、鈴鹿、うん、鈴鹿あるよ、もう鈴鹿ほんと難しいのよね、やっぱりなんか表彰台、表彰台はないないない、鈴鹿はないな、なんか、うん、あの耐久はね、1000キロ耐久とか出てるし、うん、ね、あのゴールはしてチェッカーもくぐって、うん、でもあの耐久1000キロ耐久でチェッカーくぐってたことに感動はしたけど、うんうんうん、そこでまた表彰台乗るとかっていうのはさ、やっぱもう、まあね、実は俺オギネのレース見に行ってんだよね、内緒で、うん、あ、ほんと、ホームラン取れた、あ、そうだっけ、行ってんですよ、うん、こそこそっとこうやって見せてもらってこそこそ、うん、ドキドキしながら本当、大丈夫だった、でいくとさ大丈夫だった、一瞬回ってくると、うん、スポイラーがちょっとこなせたりとかねああね、よくよくあるよくある、うん、ね、結構あるでしょ、そう、意外にこうスポイラーピョンって曲がってる方が早く、うん、こうなってるフロントこうなってるのがさどっかキュッてこうなっててあれこんな形だったのかなと思うとどっかでぶつけてね、次の瞬間だとそれがねなくなってんの、そんなすごいそんなことあったんだ、片方まあ、気合と根性だけで走ってるまあ時だからね、そころね、いやでも根性だよね、曲がった後ね、たまにね、すげえ根性だと思って ね、まあそんなこともね、はい、うん、そうだよ、ドライバーでそぎねえばね、はい、そんなこともね、ああいい ね、 これね、この笑顔最高じゃないですか、これね、両サイドはもう本当にもうプロですからね、本島君とね、あそこにいるレンちゃん、うん、レンちゃん、はい、沖縄の知り合いでしょ、レンちゃんもね、本当にあの、うん、私のスポンサーさんのレースクイーンも一緒にお手伝いしてくれて、二輪の方の、あ、だからオートバイ、オートバイの方もやってるから、うんうん、そう、私の小倉倉地さんのところの、あのレースクイーンもやってらっしゃるので、うん、何しろね、レースクイーンさんって、うん、あのいろんな人がいるんだけど、私はレースクイーンよって顔しちゃって、うん、顔しちゃってって言うんだけど、うん、まあ否定じゃないよ、それがそれでもいいんだけど、うん、そういう風に、でもレンちゃんの場合は本当に何でもこなしちゃう、あの、ね、本当力仕事もやってんじゃないのみたいなね、いやいやいや、本当一回ね、モテキのピット行った時になんかね、荷物をこう片してたりとか、うんうんうん、なんか運んでたりとか、ね、レースクイーンのお姉さんもこんなことあるのかってことだよね、本当にもうあのマネージャーのフォローも全然、うん、あのここの松山さんとこのマネージャーも私のね同期みたいなもんで、うん、あの女性の関西の会のそう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 、みお姉ちゃんね、みお姉ちゃんねって姉ちゃんねってんだ、みお姉ね、みお姉は本当にあのシビックのレースでずっと活躍してたドライバーで、うん、まあ、レースのことを知ってるからマネージャー業もすごくあの、ね、よくわかるから、ね、こういう時にドライバーがこうしてほしいなと思う気持ちが逆にわかるからさ、ね、そういうのね、そう、そうだね、ね、うん、でも本当いいね、いい、羨ましいな、いいね、羨ましいね、なんかね、羨ましいね、羨ましいな、このさやさんも満面の笑みって感じだね、満面ですよ、満面すぎるわ、はい、ちょっと時間が経った ね、 ね、もう30分過ぎて、もう予定時間過ぎてる、はい、過ぎてましたね、はい、次行きましょうか、次はなんだろうな、うん、あ、これで1000か、これで1000なんだ、ということで、ね、マサナシャットは残り2000、ね、スーパーサイキュー、はい、今年あと2000、うん、でシリーズチャンピオン取れるかどうかっていうね、うん、とこまで来てますからね、うん、ね、なんとか応援したいね、応援したいよね、ね、ほんと、うん、頑張りましょうね、うん、なしろほんとに、怪我はもちろんダメだけど、そう、怪我はダメだけどね、怪我はしないようにしてほしいから、とにかくね、うん、あの応援してますんで、うん、社長ね、今日はね、忙しいでしょうから、うん、我々頑張りますからね、我々も頑張りますから、なんかあの全然社長のフォローになってないけどさ、私はもう本当にここにね、社長がいると貫禄もあって全然違うんだけど、松永ファンの皆さんごめんなさい、今日おぎねさんが ね、 ね、すいません、お手伝いでスペシャルゲストってことでねスペシャルでもなんでもないけど、またね、社長3人で、ね、またね、あのこの番組にまたお邪魔させてもらいたいと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございました、じゃあ次のページに行きましょうか、何でしょう、次何でしょうかね、うららかな、うらら岩月、あ、うららのね、イベントで、ちょっと行ってみましょう、ね、うらら岩月さんっていう松永建設グループのデイサービスセンター、うんうんうん、あ、動画、はい、動画、これね、動画あるんですけど聞いてください、はい、この方ね、この方アニソンの、うん、魔法使いサイちゃんの歌ってるその本人ですよ、来てくれたの、ちょっと聞いちゃっていい、聞いちゃおう、聞いちゃおう、私の声ここじゃまずくね歌っちゃうよね、ついつい車じゃなくてね
これ懐かしいと思うか、うん、ね、でも多分ここにいるあのちっちゃい子たちは何か分かんないよ、分かんないので手叩いて喜んでる。でもね、やっぱなんかこう歌ってて伝わってくるものがあるよね。あるでしょうね。あの浅川ひろこさん、浅川ひろこさん、はい、めちゃめちゃ声がいい。あ、僕ね、聞いてんのこれ、ちょっとずつ聞いてる、聞いてる、あの全然 オンタイムで見てたから、サリちゃん館までね、あ、館までね、そう、館までもそうだけど、サリちゃんをオンタイムで見てた世代だから。そうだ、今日のスタッフ2人はキョトンとしてたけど、ね、キョトンだよね。キョトンだよね、そりゃそうだよね。でもさ、あれしてたよ、なんだっけ、セーラームーン。セーラームーンはちょっと後かな。後なんですよ、うん、セーラームーン、この方も歌ってたから。セーラームーンも歌ってたの。そうそう、感動しましたよ、もうお疲れ様、目の前で聞けたんだもんね。あの、蘇ってくるよね、あの当時のアニメーションがね、アニメがね、蘇ってくる、そう、なんかテクマクマやった、そうそう、それも言ったの。そう、今日まさしくね、その話しましたの。いや、知ってんの、秘密な子ちゃんって知ってるって言ったら、ちょっと知ってるって、ちょっと知ってんの、秘密な子買ったもんね、コンパクトコンパクトね、そう、あれ売ってたよね、秘密な子コンパクトね、売ってた売ってた、本当にテクマクマカーって言うんだよ、一応こうやってね、言ってた言ってた、なった気になってね、そう、なった気になって、何も変わんないけどね、変わんないけどね、本当その時代懐かしい。もう一度動画あるって、浅川さんのちょっと大人っぽいような、はい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 、ちょっとジャズっぽくアレンジした、恋のバカンス、ちょっと聞いてください。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋の夢見る乙女の頃よ。うまいよね、ザ・ピーナッツもみんな知らないし、あの二人は、あの二人は知らない、知らないよね。でもこの曲はいわゆる知ってそうね。これね、カラオケで歌うね。歌う、カラオケは結構歌う、歌う、これ定番だよね、うん、うん、そのパートを変えてこうデュエットで歌ったりとかね。今時の歌って歌えないよね、今時のテンポの、この辺の時代の歌えるし、いや、もっと来たいけど時間がちょっと、ちょっとタイムアウトでお願いします。OK、ありがとうございました。これ、じっくり来たい人は、浅川ひろこの CD が出てるの、今ね。あー、本当に？うん。これでいろんな曲が出てるんでね。ここにゲストっていうパターンはどう？ゲストに来ていただきたいと交渉します。交渉して、交渉して。ここで生歌でね、ワンフレーズでもいいからね。そう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 。聞きたいよ。僕でも来てもらって、この時ね。あ、その時？ここ、もう、いっぱいになっちゃうよね。いっぱいになっちゃうね、みんなで。やりましょう、あとね。はい。そして次が何でしょうか、これこれ、これが当日ね、当日もうね、歓喜待って泣いてる方もいらっしゃったの、この時もう喜んじゃって、真ん中、真ん中には浅川ひろこさんね、あそこね、一応ど真ん中で、センターにね。この前のお母様たちはサリちゃんじゃないかもしれないけどね、世代はね、その後ろにいる人たちが分かるぐらい、あの人たちも見逃さないね、もうね、拍手したり手拍子やってる。でもあのピーナッツとかはきっとさね、喜んだんじゃない、そういうね、懐かしいと思ったから、リアルに聞いてる人たちだから、それをね、はい、お願いします。次がオリ、オリ、これも結構定期的に行かれてるんでしょ。これは月に1回2回をあのデスで、我々ね、有感大家と一緒にフォーチュンワークとしてお仕事させていただいて、デスですね、歌があったり踊りがね、手品があったりとかね、手品があったりとかね、とにかくね、結構ね、ご利用者様がすごく我々楽しみしてくれてね、行くと我々も元気もらって帰ってくる。いや、でもすごいわかるね、やっぱなんかそういうさ、私たちより考えたら先輩なわけだからね、その先輩の皆さんたちがさ元気でいるってことはさ、私たちもそうね、そうやってエネルギーもらうから、すっごくね、あったかい人たちばっかりでね。で、この間浅川さんがね、お母さんの歌だったんだよね、お母さんがね、心のふるさと、心のふるさとっていうアルバムが、浅川さん、お母さんの歌があって、俺結構号泣しちゃったんですよ、あのこっち側で、こっち側で、最後俺締めてね、やっぱり MC やらなきゃいけないんで、もう声になんなかったもん。
もう、あ泣いちゃって、うんうんうん、そしたらもうご主人様たちがね、頑張って頑張ってとかってやってくれてね、うんうん、なんかそれ聞いてみたら余計泣いちゃって、うん、結局ね、号泣は終わってしまったっていう。終わっちゃった。終わっちゃったっていう。なんかね、やっぱりお母さんのことを思い出しちゃってね、やっぱりご主人様はね、年がやっぱり近いかなと思ってね、うんうん、まあいろんなことを考えたりしてね、なんか、あのお母さんって、うん、いるうちって意外とこう存在に扱っちゃったりするんだけど、うん、もっと大事にしてよかったなとかね、こんなことしてあげたらよかったなっていろんなことをねこう思いました、うん、皆さんあのお母さんいる方とお父さんいる方ね、うん、今のうちにね、うん、皆さん大事に大事にして見せた方がいいなって思います。そうだよね。沖縄領土健在、うん、うちはね父親は3年前、うん、亡くなってるんですけど、うん、お父様がそう、うん、母はね、うん、あのおかげさまでちょっと元気で、もうあの、うん、耳が遠いもんで、うん、あの話すときにこっちがこう怒鳴んなきゃなんないのね、うん、怒鳴ったぐらいがちょうど聞こえる感じだから、うん、なんか申し訳なくなっちゃうんだけど、うん、もう聞こえないと悲しそうな顔するからさ、こっちも今日補聴器ね、しててもだいぶそれでも遠いみたい、きついみたい、うん、まあでもさ、そう言っても、うん、ね、あの自分でものが食べれたりとかさ、うんうん、ね、自分で歩けてっていう、それはもう母親にも言うんだけど、幸せじゃないって、うん、本当だね、本当に幸せだと思うから、うん、ね、もうそれだけで、元気でいてくれるだけでもう全然ありがたいかな、うん、でしかも家ね、こうやってね、付き添ってね、うん、やっているわけだから、うん、なかなかね、やっぱり今このこういう時代だと難しいよね、そういう家族が介護するっていうのもね、うん、ね、うん、エミ先生どうなんですか、お父さんお母さん、あ、私の父親も母親もいないですよ、もういらっしゃるのかな、うん、ああそうですか、エリさんもともと宮城でね、うん、あの、うん、ずっと向こうにいらっしゃってね、沖縄、うん、はどこなの生まれっていうか、うん、うちはですね、もう、うん、あの東京のど真ん中の港区なんです。あの政治家さんたちがよく入院する虎ノ門病院っていう、そこのところでおギャッと生まれて、うちのおじいちゃんおばちゃんが、うん、あのいわゆる新橋、うん、新橋っていうところ、港区の新橋に住んでたので、うん、そこに父親がいて、うん、で蓮向かいの銀行の窓口にうちの母親がいて、うん、でおばあちゃん、うちのおばあちゃんがうち の息子の嫁になってくれって、そう、嫁になってくれって言って、それでなんか結婚したらしいですよ。なんか昔なんかよくありそうなパターンな感じですよね。そうね。だからまあそんなこともあって、うん、で新橋がまあ実家だったんだけど、うん、もうあの生まれてから、うん、あの今の練馬区の方に、うん、今は住んでます。うん、ああそうなんだ、はい。あの練馬といったら大根のとこね。はいはい、練馬区ね。セブンの大根。写真出さなきゃ、我々の、ね、そう、我々のレースの、はい、写真です。8月の10日でしたね。おぎね、一緒にね、僕とおぎねと、あとはあの他のドライバー3人ね、5人でね。ね、ええ、出ましたね、はい、いい写真だよね、耐久レース、5時間耐久レースでしたね、これちゃんとあの、うん、知っててちゃんと写ってるでしょ、うん、ね、どうどう指示しててて、ハンズルの、ああこれこれね、アップしてアップしていいよ、大丈夫、見て見て、ハンズルの隠さない、ちゃんとそこは写るように、うん、後ろにわざわざ立ったと、さすがおきね、ちょっと枝が瞳がちょっと隠れてるけどね、あ、そっか、ひとみちゃんね、ちょっと、あ、でも似てるか、そう、ひとみちゃんワックスが、じゃあ、包丁ワックスが、ごめんなさい、包丁ワックスもいるね、あれ隠れちゃう、完全に、そう、これでも、うん、本当さ、ね、あの、うん、うちらなんかポールポジションのように見えるけど、あの実は4番手か、ね、うん、4番手だね、うん、そうで本当は、うん、プロドライバーを率いる松永さんたちが前にいたはずなんだよね、前にいたはずなんだけど、ね、そうそうそう、なかなかペナルティで後ろになっちゃったんだよね、で結局抜かれてトップになったな、チームがね、松永チームがね、まあまあね、そう優勝ですよね、車もドライバーたちももうちょっとワンランク上ですからね、はい、あちらもね、もう、はい、いいです、次の写真行きましょう、ね、はい、はい、これが我々の写真だね、ヒットでホンダヒットで ね、はい、やってました、ね、はい、ね、あ、うちのメンバーですね、はい、真ん中の人見たことあるでしょ、二人の方、これ江永ひとみちゃんね、ひとみちゃんね、ここの番組にも来てる、うん、くれてるでしょ、ね、番組持ってるんで、ここでね、あ、そっかそっか、そうだ、ひとみんのなんとかっていう番組があってね、ファンの方がね、結構ひとみんのファンの方が手伝いにしてくれて、うん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 、エミセスマネージャーってこれだから、うん、あの黄色にしたエミセスでしょ、そう、またあのいつもの着物姿とも違うし、この姿とも違うし、サーキットに来るときはね、アクティブな感じで、ね、アクティブな感じでね、うん、マネージャー厳しいんですよ、結構ちゃんとこうコントロールしてくれるから、ね、そう、コントロールして時間遅れると怒られるし、ね、うん、それは当たり前か、うん、うんうん、そんなんで、ね、あの厳しい、でもさ、俺もマネージャーなんて言う感じだけどね、あ、今度はその場合は逆のパターンでマネージャーだ、でもさ、サーキットだとこっちがマネージャーね、これこのエミ先生がマネージャーで俺らがロードアイバーで怒られる、うんうんうん、でも俺がマネージャーになったときはまた怒られる。ちょっとなんかいつも怒られてばっかり。いつも怒られてばっかりね。まあまあ慣れっこだからいいですけどね。でもね、本当に、うん、あの我々雨女雨男組なので晴れてて良かったですよね。最高でしたね。暑かったけどね。暑かったね。暑かったけどね。はい。最高でした。はい、はい、次います。
はい、これが松永社長のところ、これが我々のすぐ後ろに、ね、後ろになんだ、なんで後ろってなんか途中でからかいに行ったんですけど、すぐ抜かれましたけどねそれはまあね、車が、まあね、これあのビータっていう車で、ね、沖縄に乗ってんじゃん、ね、これそう、この車に私はあの富士、うん、まあ来週レースなんですけど、この車で女の子だけのレースが あるので、それに出てるので、うん、ちょっとポテンシャルはやっぱりさ、車も軽いじゃない、うん、600キロぐらいだし、うん、そうだよ ねエンジンはビッツのエンジンなんだけど、うん、この車がまあまあ速いので、速かったねこれ、あのカテゴリークラスがもうね、うん、違うかのようにピュインって抜いてっちゃったけど、そう、抜いてきました、ね、でそしてこっち側 あの松坂さんと反対側にいるところにプロドライバー3人並んでますから、ね、あれもうしかもイケイケの若手たちが、日本のトッププロドライバー若手が ね3人並んでますよそりゃ勝てないっちゅうの、その髪の毛の出てるこの左下の人って、これ沖縄じゃん、これ私が写真撮ってます、沖縄の頭だよ ねごめんなさい、あのここから撮られてるって知らなかったんでびっくりだ、そうだそうだ、ね、そうですそうですそうです、はい、ね、次お願いします、ありがとうございます、これで、あ、これはい、あ、動画、これシャンパン入ってる、そうだからほら、うん、今ね松永さんのところが1位で、ねえ、ね、でも俺の3位ですよ、もうねえ、シャンパン振ってるやつ今すぐ、これ俺だこれもうあのスーツ姿もう降りたらもう全然脱いじゃってるしね、ぐちょぐちょになっちゃったスーツ汗で、ほんと最後のドライバーがね、うん、あのスーツ着て、私ももう着替えてたんであれだったんですけど、そうそうそう、うん、よかったね、楽しかったですね、楽しかったですよ、ほんと、ね、しかも4位でチェッカー受けたんだけど ねあの繰り上がりでうちらが3位になれたっていう ね、うん、そう、ね、そういう劇的な、ね、素晴らしかったね、あのレースだったですよ ね結構まずグッときしましたよ、うん、僕もね、泣いてたって泣いてたっていう話をチロッと聞いたけど、年取ったらすぐ涙が出て涙が弱くなっちゃってさ、困っちゃったよ、でもでもね、わかるわかる、それは、はい、うん、あ、もうあと5分なんで、うん、あのさんの以上は10月6日の、うん、10月ラブラブ埼玉海洋フェスタ、はい、これこれ、ね、これ、うん、これは10月6日ね、はい、ウエスタ川越の大ホールですよ、1700人入る、もうここで勇敢大会とか、うん、江中ひとみさんとかね、うんうんうん、まあいろいろと、これだけのねメンバーが皆さん来てくださって、入場料は2000円ですごく安くないですか、ぜひ来てください、うん、なんとこの時の総合 MC は、うん、おぎねえがあ、そうそうそう、私、うん、あ、こっちね、こっち、うん、フリーアナウンサーだから、うん、一応フリーアナウンサーなんで、この時はアナウンサーします、はい、いやー、おぎねえ、はい、チントンシャンも来るんじゃないですか、チントンシャンとかね、うん、ナサさん、あのサックス奏者のナサさんとか、うんうん、はい、これ、ね、結構皆さん上手い人ばっかりで、これね、うん、10月6日だからもうあと1ヶ月、うん、ないよ、ないね、ないね、1ヶ月来たんだ、ね、なのでまだ今、うん、あの何お申し込みは、これはどうすればいいんですか、お申し込みはどうしたんですか、来るわ、ですね、うん、ウエスト川越直接道、直接あれ売ってますし、うん、あとはフォーチュンワックスのホームページ問い合わせにすれば、うん、あと 僕でもいいし、僕のフェイスブックでもいいし、どうでもいいんで、うん、言ってもらえればもう、うん、あの当日来てもいいんですよ、当日も、あ、当日でも大丈夫なんだ、そう、あの席は全部自由席なんで、はいはいはい、1700人ですよホール、うん、まだ100人ぐらいしかいないんだけど、うん、じゃあ集めなきゃ、ね、集めなきゃね、ぜひぜひ、そう、あんまり1700人、ちょっとスタジオ、うん、スタジオってあの、うん、狭くした方がいいよね、少しね1000人ぐらいしたでしょ、あ、1000人ぐらい、9、ね、うん、1回だけ使うとか、その真ん中だけ使うとか、ね、うん、だってこれ AKB なんか使ってるとこですからね、これ、そうなんだ、サブちゃんとかね、うん、音響、照明、うん、めちゃくちゃいいとこ、これ、うん、素晴らしい、ぜひぜひ、いろんなね、はい、あの楽しみ方ができると思うから、いいですよね、そう、なんとこの裏の、裏、これ裏、裏ちょっと見て、もう一回裏を、そう、これ、これ、はい、ラブラブサイトも書いてます、なんと、川越救急クリニックの上原院長の、プチ講演会もあるんですよ、うん、先生、ドクター、はいはいはい、で、ドクター講演終わったらそのままサックスに入るの、うん、先生が演奏してくれるんで、はいはいはい、この上原院長も本当にあのすごい先生なのに、サックスはできるし、車の運転してラリードライバーって、それも私もなんか3つのね顔がありますなんて言ってるけど、恵美先生もさ、ね、いろんな顔持ってるけど、ね、みんな多彩すぎてさ、なんなんすか、恵美先生ってて薬学博士でしょ、うん、でそれに薬膳のマイスターでしょ、うんうん、なんていうんですか、薬膳、国際薬膳、国際、ね、国際薬膳師でしょ、ね、でそれにいろんなあのこう翻訳やったりだとか、うん、舞踊が、ね、舞踊やったりだとかね、着付け、着付けもやったりとかね、なんかみんなすごいよね、うん、なんかそういう集団なんで ね、あの本当に僕もあのこう10月6日はもう、うん、金曜日ですね、金曜日 ね、まあ朝10時からね、はい、やってますからね、うんうん、これね実はね僕も歌うんですよ、これ一発で、そうなの、そうなの、一応大会会長で挨拶してで終わった後に、自由すぎるわみんなびっくりだね、びっくりだ、本当びっくりだね、ひっくり返っちゃって、はい、ね、なぜかっていうと僕が歌うと、うん、他の演者さんたちしろと思ってもいるんで、うん、なんだあいつも歌ってんだから大丈夫だよねってその安心していくじゃないですかそんな親心ですよ、親心ね、ま
でもね、あの、はい、皆さんぜひいらしてほしいし、その前に我々、うん、私のレースのスケジュールはそうだ、ね、来週そう、ちょっと、うん、ちょっとだけさっき言ってた、あの、私の乗ってる車、これ、こっち持ってもらっていい、はい、これが、あの、ギレイさんのレーシングスーツ姿と私が乗ってる車です。こっちか、はい。で、レースの方が、うん、実は来週ね、北海道から帰ってくるとなんかわちゃわちゃして、うん、あの、これ、こっち、あ、こっち、前か、ね、前ね。はい、じゃーん。ね、9月の24日になります。あ、ありがとうございます。うん、ね、大きく喋った。あ、本当だ。はい。教授カップの第3戦で、うん、日曜日です。こっちは日曜日に、1日に予選決勝が楽しめて、いろいろ、あの、パドックの中でアトラクションとかいろいろやってるので、うん、そんなことも楽しめるっていうことで、うん、小倉クラッチワコーズ FC ビータ、参戦ドライバーを補えということで、レースに行きます。よろしくお願いします。あと何戦あるの、この教授カップは。あと、今回終わったらもう一戦。だから11月。同じ富士です。あ、富士ずっと富士でね。うん、あ、そうなんだ。もう、うん、ぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございます。その時はレーシングドライバーで、ね、うん、レーシングドライバーで、ね。はい。で、今度またね、補えともね、うん、あの、レーシングドライバーだと組んで、うん、チーム組んで、うん、またぜひ来年ね、ぜひまたやりたいですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、松村社長ね、本当に嬉しくてね。はい、松村さん。会いたかったー、会いたかったね、これ、ね、多分ね、これ見てますよ、多分これ見てるかな、本当に、松原さん、見てますよね。まあ、エビデンスも今日はね、突然今日ね来ていただいてありがとうございました。いえいえいえ、嬉しい。単に遊びに来ただけなのに。いやいやいや、出ろと。そう、エビ先生の番組にも出せていただいて楽しかったし、ね、うん、また呼んでほしいな。ノートまたやりましょうよ、うん、またね、ぜひちょっと年1ぐらいでいいので、ね、いや、もちろんそんなこと言わないでもうちょっとやりましょうよ。第4火曜日が今度、はい、あの、有観大会のね、うん、第4夜8時からね、うん、はい、そんなんで今日は東京の浅草の鳥越神社前にあるあずりスタジオからね、うん、お送りいたしました。今日スタッフの皆さんありがとうございました。いろいろねやっていただいてね、ありがとうございました、はい、でご視聴の皆さんも本当に、まあ、60分ねありがとうございました、うん、また次回お会いしましょうね。はい、はい、YouTube でもいいでしょ、 YouTube、うん、この後の YouTube 僕の Facebook で起きないように送るんでね、わかります、うん、はい、見てくださいね、見てください、アーカイブでやりますので、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それじゃあね、またね、バイビー、バイビー、バイビー、皆様ありがとうございます。